はい、こんにちは。今回ご紹介しますのが、まあ、60番になりましたね。いすゞのエルフの車両運搬車でございます。で、こちらが、まあ、このお車になりますけども、これですね。で、これがいすゞの車両運搬車。まあ、初回特別カラーは白なんですね。でこれもまあ2017年で去年かな買ってきましたけども、まあ初回特別カラーも随分とね、揃うことができました。 おかげさまでですね、まあ、正直初回特別カラーの人気がすごかったので、で今ではそのお一人様一台っていう風に、ね、なりましたけど、もう去年ぐらいまでだったかな、まあ、すごいね、初回特別カラーっていうと人気がすごいあるから、買う人なんかがねすごい多くてね、で特になんか大人の人の買い占めっていうか、それがすごい多かったから、なかなか子供たちの手に回んなかったんですよね。でそれで、まあ、だったら最初からそういうルールを作ってくれって言いたくなるんだけど、お客様一人につき一台だけということで、でそれで、作りましたってことなんですね。だからまあこれはある意味トミカとしても非常に、ある意味そこはちょっと反省しなきゃいけないんじゃないかなと思うんですよね。やはりその初回特別カラーっていうのにちょっとこだわりすぎたがために、まあそういうことが起きてしまった。ならばまあ最近トミカもまあそれをことを思って、まあ外車とかが多くなってきてるんだけど、まあそういうふうに外車なんかをどんどん出すと。で、あんなに会社が多いとなると、まあ、ある意味日本車、トミカはイコール日本車っていうのがあるから、あんなにある意味今後も会社を出すとなると、まあ昔やったみたいに青箱、これをまた別で作らないといけないかなっていうふうにね、思います。ですからまあ青箱を、別で作ってですね、で作っていった、また復活した方がいいんじゃないかなっていうふうに、余計なアドバイスかもしれないですけど、まあそういうふうに思いますね。まあなんて言うんですかね、外車をどんどん増やせないんだろうけど、外車をどんどん増やしちゃうと昔からトミカファンからしたら、日本車が少ねえじゃんみたいになっちゃうから、まあそれでまあなんて言うのかな、青箱をもう一度復活させて、まあそこの方に外車をどんどん、まあ、採用するというふうにした方がいいと思うんですよね。ただまあこの初回特別カラーの問題につきましては、もうちょっと今後はですね、改めて考えた方がいいんじゃないかなと思います。はい、というわけでですね、まあ、これはいすゞレーフの車両運搬車でして、まあ、2台後方のスロープが稼働し、いすゞ1時台クーペを題材とした付属のミニチュア化を次に落とされますね。でいすゞレーフ車両運搬車が、まあ、普通の5段のやつがブルーで、まあ、特別カラーのやつが、まあ、この白ということでね。で2台内117クーペが、まあ、青にイエローな117クーペ、これは白、初回特別は白にこの、まあ、なんていうんですかね、なんていうんですか、なんていうんだろう、オレンジ色っていうか、そういうののカラーになっております。まあ、この時からちょっとトミカも初回特別カラーにちょっと違和感が出てしまったのは、今までだったらスポーツカーとか軽自動車とか高級車とかそういったものを初回特別カラーって出してたんですが、なんでトラックの色違いというその、まあ、微妙なところを出してきたのかなっていうふうにね、思うところがあったんですが、まあまあ、といっては初回特別カラーは初回特別カラーなので、まあ、コレクションをした方がいいかなと思って、買ってきましたけどね。まあ、昔からこれトミカでもほらこれが ありましたよね、こういう形のミニカーがね、キャリアカーとかさあって、でこれこうやって外してこうやって取り外せがこうできるんですね。昔はほらこれがキャリアカーのとこにね、カーキャリアにくっついてて取り外しができなかったんだけど、今はまあそれを取り外して遊びたいっていう子供が多かったんでしょうね。でそういう人たちのために取り外しができますよというふうにしたということで、なかなかいいですね。
で、今までのこういう社会ビリカーだとキャリア官の場合は、まあ、架空者でしょうね、があったんですけど、まあ、これの場合は117クーペイという、車にこうなっております。まあ、117クーペイっていうのはね、まあ、これのはちょっとこう、まあ、ギリリアルかなって感じですけども、117クーペイはね、10年間長いこと販売されてまして、もう製造中止になってからもう20年以上経ちますけども、未だにその人気がすごいらしいですね。で、今、いすゞっていうのは自動車を作ってないんですね。80年代から90年代初頭あたりまでは作ってたんですが、まあ、90年代になってしまうと、もうほとんどいすゞ独自の車がないんですね。もう他社の OEM 提供で作ってるとかあったから、もうなかなかなくなっちゃって、で、昔はジュミニとかアスカとかあったんだけど、それがなくなって、で、四駆になっちゃったんですよね。ミューとかビッグホーンとかで、そういうのになったんだけど、まあ、それも、まあ、行き詰まってきちゃって、で、今その海外の方で四駆は作ってるみたいですね。で、海外の方で結構、新興国なんかで結構売れるらしいですよ。タイとか、フィリピンとか、そういうピックアップトラックっていうのね。で、売れるから、まあ、海外では非常に人気があるんだけど、まあ、日本ではなかなか、まあ、浸透ができなかったということですね。だから、まあ、いすゞも今後乗用車を作るのかっていうとね、また作ってほしいなっていうのありますけどね。かつてね、コンテッサっていうね、まあ、トミカにも昔ありましたけど、ヴィンテージの方でですね、ありましたけど、非常に美しい車でね、コンテッサっていうのがありましたけども、ああいうような車、今の時代だったら作って売ろうとも売れるんじゃないかなと思うんですけどね。ただ、まあ、いすゞの方もまだそこまでの開発っていうのには、できないっていうか、そういう状況があってね、なかなか今苦しい状況ではあるんじゃないかと思いますけど、日本ではね。ただまあ、いすゞエルフの、まあ、これはキャリアカーは見事にこう再現されてて、なかなかいいですよね。で、これが確か人気が出て、で、それでトミカリビレットヴィンテージの方でも、その大型のね、キャリアカーを、まあ、作ろうと思って作ったみたいですけどね。まあ、こういうのはやっぱりね、ミニカー好きとして車好きとして集めてたらば、まあ、当然のごとく、まあ、これ欲しくなりますわな。で、それを見事にこう叶えたと。で、今まではこれ取り外しができなかったんだけど、こういう系のミニカーね。で、これが取り外しができるようになって、こういうふうに遊ぶことができたっていうことですね。ただこれだとサイズ的にトミカで、乗せようと思っても、まあ、クラウンがありますけど、これだとはみ立ってしまうんで、明らかにこの乗れないんですね。こうやってやっちゃいますと、ほら、よろしいですかね。こうやってやっちゃうと、ほら、はみ出てしまいます。ね。明らかにはみ出てしまうので、まあ、乗れないということで、まあ、こういうね、車に取り替えたということなんですね。まあ、なかなか、いい感じの車です。というわけでね、どうもありがとうございました。